今日は B43 についてお話ししますの巻はい。B43 というプリペイドサービスの新しいリアルカードの発行が開始しました。今までもリアルカードはあったんですけど、デザインが新しくなって、そして一番大きいのが 3D セキュアに対応しました。こちらの動画で説明していますので、もしよかったら見てみてください。新しいリアルカードは2種類ありまして、 発行手数料が有料のものと無料のものがあります。違いは、有料だと IC チップとビザのタッチ決済に対応しています。有料でも無料でも 3D セキュアには対応していますので、とりあえず無料の方を発行してもいいかもしれませんね。B43 が今の段階であまりいい使い方がないんですけど、将来的に何かお得な使い方ができるようになるかもしれないので、僕は無料の方を発行しようと思います。ちなみに、 有料の方は今なら500円で発行ができるみたいです。B43 をバリバリ使っていこうっていう人は IC チップとビザのタッチ決済に対応している有料の方がいいと思います。僕みたいに 3D セキュアに対応したからとりあえず発行しとくかっていう人は無料で十分だと思います。新デザインのカードを発行するためにはまずは最新バージョンのアプリにしましょう。最新バージョンのアプリをインストールしたら こちらのカードから発行ができます。僕はすでに古い方のリアルカードを持っていたので、ここがカードをアップグレードになっています。ここをタップします。で、このページを見て気づいたんですけど、すでにリアルカードを持っていて、アップデートになる人は IC カードなしのリアルカードでも発行手数料が300円かかるみたいです。3D セキュアが今までなくて、それに今回対応したってことなんで、ここは アップデートの人も無料にしてほしかったなって思います。で、どうするか改めて僕は考えたんですけど、まあ動画のネタとして今回は500円のこの高い方を発行してみようかなと思います。今回アップデートで IC カードなしでも300円かかる人は正直発行しなくていいと思います。B43 が何かいい使い方が見つかってから発行するか考えてもいいかもしれません。まだ B43 を使っていなくて これから使うっていう人は IC カードなしの方を発行手数料無料で発行してもいいかもしれませんね。発行手数料を払うために事前に残高にチャージが必要です。チャージは1000円からできます。発行手数料が500円なんですけど1000円からしか入金できないので注意してください。入金したらありかなしどちらかを選択して次へをタップします。 ちなみに IC チップありの方は届くまでに3から4週間かかるみたいです。名前を入力して次へをタップします。チェックを入れて次へをタップします。次へをタップして名前や住所を入力しましょう。次へをタップして暗証番号を設定していきます。ここはクレジットカードを使うときに必要な4桁の暗証番号になります。ここで申請をタップしたら完了です。これで申し込みが完了しました。 僕は発行手数料が500円の方のカードを申し込んだので3から4週間くらいで届くみたいです。今後 B43 のいい使い道ができることを願っています。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。はい。というわけで浜ゆユこととでゆきがお送りしました。ためになった楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。 またねー、バイバーイ。バイバーイ。